はい、よろしくお願いします。競争分子システム研究センターの山本研究室の紹介をします。我々の研究室では機能性の有機材料、特にエレクトロニクスやスピントロニクスの研究をしております。で、特に最近興味を持っているのはキラリティを使ったスピントロニクスの開発ということをやっています。これは具体的にはどういうことかといいますと、キラリティというのは皆さんもご存知と思いますけれども、右手と左手のように、ある形を持ったものを鏡に映すと、その像が反転して、で、元のものと重ね合わせることができないと、そういう性質なんですけども、右向き螺旋とか左向き螺旋とか、そういう螺旋構造なんかが典型的な形になります。で、右下にあるような図がちょうどそれを模式的に表しているんですけども、こういった螺旋構造を持った分子に対して電気を流してあげると、その電子のスピンが揃って出てくるというのが最近分かってきております。これをシス効果というんですけども、これを使ったデバイス、あるいはこのシス効果のその起源ですね、これがまだ全く分かっていませんので、それに迫るような実験をしていきたいというふうに考えて研究をしています。で、ここに書いたようなその螺旋分子、例えば DNA とかアルファヘリックスのようなものを使ってもいいんですけども、それ以外に我々は左下の写真にあるような結晶ですね、これはキラルな結晶構造を持ったものを貼り付けた絵なんですけども、この黄色い部分が結晶になっていて、この中に螺旋構造があると、こういったものを研究の対象としています。いくつか例を見せたいと思いますけれども、こちらでは分子モーターという分子を使った実験を示しています。で、この分子モーターっていうのは5年ぐらい前にノーベル賞も出たような分子なんですけど、これを使って我々はスピントロニクスデバイスを作っていくということをやっています。具体的にはこの左巻きって書いてあるこの分子からスタートして、光を照射したり、あるいは熱をかけたりすると、その分子が右巻き、左巻きというふうに少しずつ移っていくわけですけれども、この左巻き、右巻きがひっくり返るごとに、スピン選択性が変わっていきますので、このデバイスの中で出てくるスピンが上向きになったり下向きになったりすると。これを磁場をかけながら検出していくということで、実際にこの分子モーターを使うと、外部刺激によってですね、スピンの向きを変えられるということが実現されています。それから次のスライドでは、これキラルな超伝導体を使った実験ですけれども、先ほど示したような結晶をですね、デバイスの基板のように貼り付けて、そこに交流電流を流してあげます。右側がちょうどそのデバイスの図になっているんですけれども、そこにニッケルの電極を仕込んでおいて、で、そこに出てくる電圧を測ると。そうすると、出てくるスピンの向きが分かるという仕組みになっています。で、真ん中の上の方に実際にそこで出てきた電圧が書いてありますけれども、磁場をかけてあげるとその電圧が反転するので、それによってスピンの向きを決めることができるということになります。こういうキラルな超伝導体を使ってシス効果の仕組みに迫っていくということもやっています。これらの成果は、いろんな論文に出てますけども、左側がスピントロニクスの話で、それから右側は、さらに超伝導をトランジスタ構造で制御するといったような、そういう研究の成果になっています。分野としては、物理と化学と、それから、デバイス工学のようなものを組み合わせた分野になってますけれども、合成化学から入ってくる人もいますし、物理の方から興味を持って入ってくる人もいますし、どこから入ってきても、研究室の中でいろいろ勉強していきますので、興味があれば、それほど分野にはこだわらず入ってきていただければと思います。で、研究室は今、このくらいのメンバーなんですけども、今度の10月ぐらいには、かなり卒業が見込まれていますので、ちょうど今、メンバーの入れ替え時期ですので、新しいメンバーに来ていただければと思っています。以上になります。